それでは今回は会社というモンスターが僕たちを不幸にしているのかもしれないについて解説していきたいと思います。土佐の青野さんは1971年生まれ、パナソニックを経て1997年にサイボーズを設立し代表取締役社長になっている方です。社内のワークスタイル変革を推進して離職率を6分の1に低減するとともに3児の父として3度の育児休暇を取得しています。この本では会社とは何か、売上を伸ばすのが理念になってしまう理由、代表のビジョンと自分のビジョンとの関係を考えよう、給料以外の報酬にも目を向けよう、あなたのやりたいことは何かについて解説していきたいと思います。あなたは会社って何ですかって聞かれたらどう答えますか？人が集まって仕事をするところです。こんな感じが多いんじゃないかなと思います。では会社とは何なのか、その答えの鍵を握るのは会社法です。日本では集団で活動しやすくするために会社法という法律が作られていて、それに沿って運営されています。例えば株式会社だったら取締役というものを必ず置きなさいとか、株主総会を年に1回は開きなさい、そういったことが定められています。会社っていうのは人ではないです。人間ではないです。起業するときっていうのは会社を作るために書類を作って国に提出します。会社ができたら銀行に行って会社の名前の銀行口座を作って、その口座に社長が資本金を振り込みます。事業が成功するとどんどん会社の持ち物が増えていって、モンスターのように大きな会社になっていきます。会社っていうのは社長のものではないです。社長が亡くなった、創業者が亡くなっても会社っていうのはなくならないです。じゃあ誰が会社を操っているのか、それが代表取締役とか取締役です。彼らが持つ権力っていうのは強いです。例えば自分の年収を1000万円増やすようなことが平気でできてしまいます。会社の規模に関わらず、世の中の代表取締役、社長にお金持ちが多いのは自分の給料を自分で決められるからです。じゃあ僕たちは何のために働いているのか、自分はこれだけの利益を出したと言っても、その利益っていうのは最終的に会社の口座に入って、その口座のお金を使うのは経営者の人たちです。つまりよく見ておかないといけないのは会社のブランドとかイメージではなくて、その会社を経営している代表取締役とか取締役が本当に信頼できる人なのかどうか、この人のために働きたいかどうか、しっかりと考えてほしいと思います。続いて、売上を伸ばすが理念になってしまっている日本の会社についてです。ほとんどの会社では創業者の一人が自分だけじゃできないけどやりたいことがあると、だから仲間を集めよう、そう思って会社を作ります。会社を作る時っていうのは目的があります。目的がないのであれば、そもそも会社に人が集まっている理由がないからです。会社の目的、それがよく言われる企業理念ってものです。起業した時はこんな製品でこんな人を喜ばせるぞと具体的だったのが、どんどん会社が大きくなるにつれて当たり障りないぼやけた企業理念になっていきます。社会を豊かにするとか、世界の発展に貢献するとかです。さらに会社が世間に知られるようになると、経営者が周りの目を気にするようになります。銀行に対する評価だったり、株主に対する評価、その結果いつの間にか目的が売上を伸ばすになってしまいます。こうなると企業理念であったお客様第一と掲げていたのが、実際の現場では今月のノルマ達成が一番大事と、優先順位がどんどん入れ替わってしまうってことです。続いて、代表のビジョンと自分のビジョンとの関係を考えてほしいと思います。楽しく働くためのコツは、代表のビジョン、代表がやりたいことと自分のビジョン、自分がどうなりたいか、どういうことをやりたいかをしっかりと重ねることです。とはいえ会社の代表と社員が 100% 同じ理念を持っていることはありえないです。例えばあなたがゆくゆくは外国語を使って海外でこんなビジネスをしたい、このようなビジョンを持っていたとします。でも会社の代表が正直グローバル展開には興味ない、このように考えていたら、その会社では楽しめないと思います。まずはあなたが夢を持っていないとダメです。あなたの夢は何ですか？入社した時に持っていた夢とか目標ってあったはずです。でも時間が経つとともに忘れてしまう方が多いです。会社の一員になるだけで自分の夢が叶ったように勘違いしてはいけないです。自分のやりたいことと会社がやっていることが同じ方向なのか、しっかりと定期的に確認してほしいと思います。仕事を楽しめている人っていうのはこの確認作業を常にやっています。続いて、給料以外の報酬にも目を向けてみてほしいと思います。仕事して得られる報酬っていうのはお金以外にもたくさんの種類の報酬があります。例えば気持ちよく働ける仲間も大きな報酬だと思います。人脈が広がるっていうのを一つ
つの報酬です。自分の知らなかった人に会えて、それが自分にとって嬉しくて、お金を払ってでもそんな人脈が欲しい、そのような人と出会えるきっかけもあると思います。また仕事の内容も一つの報酬です。仕事をすることで技術を学ぶ、スキルを学ぶこと自体も楽しいし、新しいスキルを身につけることによって自分の価値を高めることができます。お金以外の報酬についても目を向けることができれば楽しく働けるようになると思います。またあなた自身が楽しく働き続けるにはどういう思考をすればいいのか、その思考法をサイボーズではモチベーション創造メソッドと呼んでいます。モチベーションが高い状態っていうのは3つの条件が重なっている時と定義されています。その3つっていうのは、やりたい、やれる、やるべき、この3つです。逆にモチベーションが低いのは、この3つの条件のうちのどれかが成立していないからです。やりたいは自分がやりたいと思っている仕事と与えられる業務内容が一致しているかどうかです。続いてやれる、人はやれると思っていないことを楽しめるようにはできていないです。この仕事は自分には向いてないと思いながら働いても楽しめないと思います。また結果も出にくいです。続いてやるべき、やるべきというのは周囲から期待されているかどうかです。やりたいしやれるんだけど、周りから期待されていないことをやっても残念ながら感謝されることがないです。そうすると評価されないし、本人のモチベーションが下がることにつながります。この3つを重ねていくのがモチベーション創造メソッドです。最後はあなたがやりたいことは何なのかって話をしたいと思います。自分は何をやりたいんだろうか、自問自答することです。そしてそれに沿って行動していくことです。これからの時代っていうのは、やりたくないことはどんどん機械に任せていきます。今まではやりたくないことでも我慢してできる人が求められていました。フルタイムで働けるとか、残業できるとか、転勤できるなど、人間を我慢させる仕組みに従う人たちが仕事ができる人だと考えられてきました。しかしこれからは違います。僕たち人間っていうのは、人工知能が思いつかないような新しいやりたいことを見つけ出す必要があります。自分の心の欲求に従って本当にやりたいことに行動できる、進める人が必要ってことです。やりたいことっていうのは一つ二つでなくてもいいです。たくさんのやりたいことが掛け合わされてユニークな仕事を生み出すこともあります。今っていうのは AI などの進歩によってスピードが非常に速くて、未来を正確に予測するのも難しくなってます。しかしどんな状況でも楽しく働き続けることのできる人っています。それはやりたいことを探求して、やれることを広げて、そしてやるべき仕事に重ねていける人だと思います。やりたい気持ちっていうのは人間しか持つことができないです。この気持ちっていうのを大切にしてほしいと思います。それではまとめいきたいと思います。まず最初に、会社とは何なのか、その答えを握るのは会社法です。日本では集団で活動しやすいように会社法という法律が作られていて、それに沿って運営されています。会社っていうのは人ではないです。法人です。起業するとき、会社を作るために書類を作って、国に提出して、銀行に行って銀行口座を作って資本金を振り込みます。事業が成功すると、会社の持ち物っていうのはどんどん増えていきます。会社っていうのは人ではないんで、会社を作った創業者が亡くなっても死なないです。ずっと生き残ります。代表取締役や取締役が持つ権力は強いです。自分の年収っていうのをいきなり1000万増やすようなことが平気でできます。会社のために働くっていう考え方ではなくて、その会社を操っている代表取締役だったり、取締役が本当に信頼できる人なのか、この人と一緒に働きたいのか考えてほしいと思います。続いて、なぜ会社は売上を伸ばすが理念になってしまっているのか。会社に人が集まった理由っていうのは目的があったからです。会社の目的っていうのは企業理念です。社会を豊かにする、世界の発展に貢献するなのです。でもどんどん売上が上がれば上がるほど、経営者が株主の目だったり銀行の目を気にするようになって、いつの間にか目的が売上を伸ばすに変わっていってしまいます。続いて、代表のビジョンと自分のビジョンとの関係を考えることです。楽しく働くためのコツは、代表のビジョンと自分のビジョンをしっかりと重ねることです。あなたの夢が何なのか、入社した時に持っていた自分の夢がなくなっている方が多いです。今一度どんなことをしたいのか、そして会社はどういうことをやろうとしているのか、この重ね合わせの確認作業っていうのをしっかりとやってほしいと思います。続いて、給料以外の報酬にも目を向けてみることです。お金だけではなくて、気持ちよく働ける仲間だったり、人脈が広がる、仕事内容を学べる、新しいスキルが身につく、これらっていうのを報酬だと思います。自分が会社で得たい報酬は何なのか、お金以外の報酬に目を向けてほしいと思います。またモチベーションを高めるためには、モチベーション創造メソッド、やりたい、やれる、やるべき、
この3つの条件が重なっているとモチベーションが高い状態です。最後はやりたいことっていうのがもっと大事になります。自分は何をやりたいのか自問自答するしかないです。これからの時代っていうのは人工知能が思いつかないような新しいやりたいことをしっかりと自分で見つけ出して、それをしっかりと発信してやりたいことをやっていくってことが重要だと思います。会社っていう存在は何なのか、会社っていうモンスターが僕たちを不幸にしているかもしれないっていうのは、会社っていう法人が何か僕たちに奪うものがあるってことです。しっかりと会社だったり代表のビジョンだったり、あなたがやりたいことは何なのか、給料以外の報酬にも目を向けていってほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づく、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。